はい、今回もですね、森友問題のことをちょっと追っていきたいんですけども、このサイトすごいですね。なんかいつもね、大丈夫かみたいな記事をどんどん切り込んでるんですけども、今回は近畿財務局職員を自殺に追い込んだ、これ赤木さんなんですけどもね、本当に痛ましいことです。森友公文書改ざんは財務省の佐賀局長だけの責任じゃないというね、事実上安倍総理の指示だったということが言われてます。まあ安倍総理はね、もっともっと強引に行けみたいなことをこの佐賀局長にけしかけていたという、こういうふうなね、情報もありますし、実際この佐賀局長がね、自分の発想でやるメリットはないんですよ。結局佐賀局長もまあ半ばですね、上司に強要されて断ることができなかったという面はあるんではないかなと思うんですよ。そしてある意味ね、もうね、佐賀局長ぐらいになってくると、上司の命令に従うことが国民の利益を損なうこと以上にですね、もう重要命題だったんですよね。だからこそ出世したとも言えるんですよ。で、佐賀局長の、まあ、ご自宅をね、このお亡くなりになった赤木さんの奥さんが見に行ったらしいんですよ。ただ見に行っただけなんで、特にコンタクトを取る目的でもなくてね。で、その家の前に行った時に、何をねつぶやいたかっていうところが、これがね本当に胸を締め付けられるというか、気持ちわかるなっていうことなんですけども、この佐川さんももう普通の家じゃないんだね、と、普通の家庭じゃないんだね、幸せじゃないんだねっていうふうにポソッとね、そんなことをつぶやいたみたいなことね、聞いたんですけども、やっぱり赤木さんのね、さすが奥さんだなと思いました。佐川財務局長をやっぱりね、恨みきれないと言いますかね、この結局佐川さんも仕方がない圧力ってものがあって、上位下達をしてしまったんだなと。で、やっぱりね、じくじたるものもあったと思うんですよ。佐賀局長といえども、一官僚から始めてるわけですから、その時は正義感に燃えて、自分はこの官僚組織を変えていくんだ、日本を変えていくんだっていうね、強い目的意志を持って、やっぱりエリートですからね、足を踏み入れたこの世界だったはずなんですよね。それが出世と、それから他のね、忖度にまみれて、上司の言うことを聞けば出世する、でも正義を貫いて国民に目を向ければ、どんどんね官職に回されるっていう現実を知って、まあ長い時間をかけてこうなったのかなと。で、結局どういうふうに部下に責任をなすりつけるかってこともきちんと覚えていった処世術があったんだなと思うんですよね。まあこれは私このね、タイトルを読んだだけでいろいろ想像するだけなんで、本当に無責任な発言になるとは思うんですけども、まあこれがね、一国民の、無知な国民の声の一つだということなんですよね。で、それで今回こんな記事をね、すごいですね、このタイトルだけでもよく書いたなと思うんですけども、ぐーっと応じていくと、まだ私も読んでないんですけどもね、結局森友問題の決裁文書改ざんを強要され自殺した近畿財務局職員赤木俊夫さんが残した遺書と手記が大きな反響を呼んでいるってことで、これ昨日一昨日の話ですよね。で、これ佐賀理財局長に責任があるんだっていうふうに言われていましたけども、でもね、佐賀局長ですら一方的な加害者ではなくて、加害者という側面もあるけども、この官僚組織、それから官邸に、押し付けられたね、被害者の面もあるんですよね。確かに私はね、本当に佐賀財務局長の家族とか友人とか何とも思ってないのかなとか言って憤ったこともあったんですけども、待てよと、この佐賀局長のお身内の方も、やっぱ相当な、ね、人格を持った人だと思うんですよ。この赤木さんの奥さんも相当な人格者だと思いますよね。で、正義とそれからね、方便の狭間ですごく苦しめられたと思うんですよ。じゃあ佐賀理財局長がね、まあ本当のことは分かんないですけども、やっぱ心の痛みをね感じてないのかって言ったら、そうでもないと思うんですよね。ただそれを表現することによって取り返しのつかない自分の事情もあるわけなんですよ。だからそう考えると、赤木さんのことをね見れば見るほど、自分は口を開きたいけど開けないっていうところもあるのかなと思ってしまいますよね。それで結局、麻生財務大臣か分かりませんけども、誰の指示か分かりませんけども、言う通りにしなければ仕方がないっていうね、もうがんじがらめの官僚組織の中に入ってしまったのかなっていうのは、多分森法務大臣は、私はね本当に無法大臣だと思いますけども、森法務大臣も結局同じ犠牲者なのかなと思うんですよ。ただ犠牲者だからって許されるわけではないですよ。やっぱり断ること、完全と断ることできますし、私は法の番人なんで法律を破ることはできないと。私は人に従ってるんじゃなくて法に従ってるんだっていうことをやっぱ叫べるはずなんですよ。そうやって、国民を守ること、そして自分を守ることができるはずなんですよね。そしてそういう声を上げる人が多ければ多いほど、確かに、
官邸とかね、内閣は揺らぐでしょ。揺らぐけども、社会は揺るがないものになってくるんですよ。ただやっぱり官邸が揺るがないようにとか、内閣が揺るがないようにっていうふうなことを考えると、社会が揺らいでしまうんですよね。これは小川淳也さんの言葉ですけども、本当にその通りだなと思いますよね。保身を図ることによって、守られずに切り捨てられる人間のなんと多いことなんですよ。だからそういうのも込みで、私はね、制度化された盗賊だと思ってるんですよね。まあそういうことをね、いろいろと話しているうちに5分も過ぎました。もう本当にね、これから記事読んでね、また動画上げると思いますけども、なんかね、いたたまれないですよね。そして再度申し上げますけども、こういう問題っていうのはね、森友問題っていうのは遠い世界の話じゃないんですよ。多分この音声を聞いてくださってる皆様の職場とか地域社会にも同じような問題があると思うんですよ。忖度によってしか切り抜けられない自分の事情とかね、本当は自分の素直に生きたいんだけど、自分の正直さ、誠実さを守りたいんだけども、そうも言ってられないような事情とかっていうのがあると思うんですよ。で、それのね、やっぱりこう、顕著な例が、こういうところで起きているってことなのかなと思うんですよね。そして、言われもない人、一番弱い人、一番声を上げられない人が、いつもいつも犠牲者になって、人生を盗まれていくと思うんですよね。そして、盗んだ人生で、賢くと言いますかね、ずる賢く太っていく人がいて、まあ、不正を重ねれば重ねるほど、強固なものになっていく、そんなね、この平和な日本で平和じゃない部分があるのかなと思うと、やっぱ悲しくなりますよね。そして本来なら安倍総理たるリーダーがそういうのを許しちゃいけないんですけども、まあ今回ね、安倍総理が発端となって始まってますからね。もっと正確に言うと、おそらくですけども、安倍昭恵夫人がそういった複雑な問題も知らずに勝手なことをやるから、安倍総理もね、奥さんがやったことを守るために、自分の職務とかね、官邸ってものを私物化せざるを得なかったっていう風な、もしかしたら安倍さん自身も、がんじがらめの組織の中でね、てんてこまいしてるのかなとかね、一体どうなってるんだと思っちゃいますよね。さあ、それではね、これから私記事読んでまた動画上げますんで、その時またお付き合いいただければ幸いです。皆さんも動画説明欄にリンクを貼っておきますので、それぞれ読んで、ご自身のね、解釈を作っていただければと思います。本当のことはまだ分かりませんし、永遠に分かんないのかもしれません。ただ私たちがどういったことが起きているのかってことをね、考えることは悪いことではないと思うんですよ。そして自分はこうはならないぞって思うところ、そして自分はどんな正義感を持っていくのか、そういうところにやっぱり自分の内側にね、目を向けていっていただいて、人を攻撃してもいいことはないですから。だから自分の内側に、自分の心の中の正義ってものにやっぱりね、もう一回立ち返って、幼い頃のね、大人になったらこれやるぞみたいな、そんな意欲を取り戻していきたいなと私は思うんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは今回は以上です。